関ヶ原の決戦に石田三成は勝利、徳川家康は江戸へと敗走した。三成は秀吉の遺志秀頼を擁し、自ら軍を率いて東進、江戸の家康に決戦を挑んだ。さらに親友直江兼続、真田幸村も三成と共に義の天下を示さんと江戸に参集しつつあった。一方家康は奥州の伊達政宗と結び、また三成の傲慢な人となりにつけ込んで、この劣勢を挽回せんとしていた。俺の心の中の大事なものが時代と戦いと告げている。外伝江戸の陣、全ては義かもしれん。関ヶ原で勝利したとはいえ、いまだ世は収まらぬ。家康を倒し、義の世を築くのだ。甘い軟血な、何の責もないと思うのだ。あいつ一つで、この戦場という部分はひっくり返る。浅村、そちも何か西軍に寄贈してやるがよ。では誰を支援しようとするか。よし、北門を開き、浮き谷鉄砲を打ち掛けよう。に流行りよって、もう終わりか。弱い敵将だ。優れた戦士でもあるのだな。関ヶ原での裏切りは何とか許してもらったが、このまま西軍についても憲法は確実だ。いざ尋常に勝負。もう終わりか。弱い敵将だ。お見事です。とある武士とお見受けいたせ。生き方が美しくなったと思う。Ha!
ヤキにはどうしてもこの生き方しかできないんだ。清き水に泥ガエルどもは住みかねるぞ。よかった。悪い海は出し切らねばならない。これ以上敵を入れるな。門を打ちつけよ。もう終わりか。弱い敵将だった。領将は優れた戦士でもあるのだ。帰りに反対した暗黒寺英慶様囚われたよし。暗黒寺にそんな依頼があったか。後で救う。バカめ、天下は徳川に決まりよう。わしはその元で権力を握り、次の天下を狙うのだ。すまない、助かった。城内の敵を掃討し、天守への門を開くのだ。俺が戦闘に立ち、戦国の終わりを告げてやる。もう終わりか。弱い敵将だった。見事つかまつったり。三成、待たせた。火によって我ら三成殿に助け立ちいたす。この程度で誇れる奴らの気が知れぬな。いざ尋常に勝負。この城のどこかに英慶が囚われておる。救い出して本陣を保護せねば。弱い敵将だ。さすがだな。誇れる奴らの気が知れぬな。Come on!
い敵将だった。見事です。江戸城へ進軍を開始する。今こそ家康を討ち、天下に義を示す時ぞ。進め。この程度で誇れる奴らの気が知れぬな。名のある武士とお見受け。平安はつまらん。マジ、秀頼君が危ない。敵将だった。敵将は全ての戦士でもあるのだな。この程度で誇れる奴らの気が知れぬな。さあ、運を侵食し壊してやろう。
気が知れぬな。わしと戦おうというのか？バカめ！
れ引かず武士として勇敢。徳川の志お主ごときにおらせはせぬ。義では天下は治まらぬ。それが分からぬ。治めるのは義ではない。義のもとたる人よ。敵将だった。数と力の支配は終わった。皆の者、戦国は終わった。今この時、義が完全に勝利したのだ。当然ならば、さして喜ぶこともない。